キングアンドプリンスの神宮寺さんが、まあ、初単独主演、受付の女王でドラマ初単独主演っていうことで、うん、まあ、あと永瀬廉さんとかもね、結構映画でしたっけ、出てたりとか、まあ、いわゆるキンプリさん、まあ、スノーマンさんとかいろいろいるんですけど、結構下の活躍も目立ってきてるんですけど、これって確か日テレですよね、浦さんね。そうです、これは、キンプリの神宮寺さんの、そうですね。そうですよね。なんか確かあれ、やっぱりキンプリって今勢いあるんですか。まあ、まあ、聞くにそうですよ。下が結構なんか突き上げてきたけどね、うん、でもそれでもやっぱりメンバーね、いろいろドラマとか出てますしね。でなんかちょっとポイントになるのが、去年の24時間テレビのメインパーソナリティ、確か単独でキンプリのがやってて、うん、まあ、あれってちょっと指標なのかなっていう、いや、あると思いますよ。だから歴代ね、みんな、まあ、嵐からその下の下ぐらいな感じのもう筆頭になってるじゃないですか。うん、まあ、でもキンプリはだから結構ここでも結構ね、ドラマとか映画活躍したりとかしてて、だから最近の傾向で、まあ、前に話しましたけど、驚いたのは急にそのバラエティとかドラマ見てて、この子誰みたいな子が、まあ、我々の世代から見るとね、誰みたいなのって、でタイトルにこう名前出るじゃないですか。そうすると、あ、なんだこれ、ジャニーズの子だみたいなのが多いっていうか、だからすごいですよね。昔はそんなことなかったですもんね。そんな、ね、若い、デビューしたばっかりっていうか、そんなに時間経ってない子たちがいきなりドラマに出たりとかバラエティーで、ね、活躍するってことなかったから、うん、最近早いですよね。まあ、どん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 あれなんでしょうね。お互いはしてるかもしれない。してるか、やっぱり。結局、まあ、スマップからそうだったじゃないですか。フジテレビさんがこう入って、で、うん、日テレさんが嵐を抑えて、で、その後から、だからもう、組んでデビューイコール、さあ、どの曲が一番仲良くするっていう体制になっちゃったんですね。なるほどね。今ってでも、どうなんですか。まあ、上から言うと、関ジャニさんが一番上なの、今。まあ、嵐さんがいないとなると、まあ、休止中なんでね。休止中で、関ジャニさんはどこと仲いいんですか。まあ、浦さんのイメージに使って。でなんか、うん、フジテレビなんですかね。完全にフジテレビ。ああ、っぽいですよね。なんとなく。ただまあ、ね、それは単品ではいろいろ。ただ、昼なんとか。キンプリはやっぱ日テレなんですか。のイメージ強いですよね。まあ、その、24時間テレビのやつもあったんで。タトゥーも日テレっぽくないですか。そうですね。そうね。Goingであれ出てるんで、うん、で、あれか、土曜日の、あれ、あの中丸くん出て。だからまあ、TBS のテレ朝とかないの？あんまり聞かないですよね。でも分かんないです。なんかちゃんと調べたら、あ、意外に出てるじゃんっていうのがあるかもしれないですけど、ごめんなさい、ちょっとデータがないんで、なんとも言えないですけど、でもやっぱりなんか、単純なイメージで日本テレビとフジテレビがどっちかを、ね、どっかを抑えにいってるなという。ね、まあ今でも最近日テレさんもね、やっぱ24時間テレビの絡みもあるから、なんかイメージ的にはね、一番。そのキンプリの、私、永瀬廉君は、お仕事で、一回一緒になって、私の特技におっぱいの上でテーブルクロス引きをするっていうのがあって、それを永瀬廉君に引っ張ってもらうっていうのをやる。すごい面白い話ですね。だからそこですごく嫌がらずちゃんとやってくれたんで、全然出た時はもう応援します。ああすごいなと思って。あ、現場でも結構対応良かった。あ、もうなんかその、え、僕が引っ張るんですかっていうのも、まあ、流れはあったんですけど、でももうちゃんと真剣にやってくれて、ああ、いい人だなと思って。でも、可愛いよね。どういうのなんだけど、なんか番組でした。あ、そう、番組です。テレ朝の番組で。可愛い顔したっていうか、なんか綺麗な顔した男の子ですよね。綺麗な顔でした。だって、綺麗な顔した男の子。20歳ぐらいの男の子に、そう、引っ張ってもらうの申し訳なかったですけど。ね、それはちょっと、ね、でも貴重な経験ですね。そうそうそう。まだデビューしたてぐらいの時で。でも本当に、しっかりやっていただいてありがたかったなって思いがあります。私はびっくりしたのは、ジャニーズさんがそのおっぱいに触れていい、触れてはないですよ、そのおっぱいというネタに触れていいっていう時だった。まだ多分ちょっとスマップが抜けて社長が亡くなってみたいな、なんかちょっと結構改革されてた時で、だからジャニーズの方に引っ張っても、確かにそうですね、あんまりジャニーズの
タイツはやらないような。そう、昔本当に、ね、スマップがデビューした頃です、関西の番組が出てた頃はやっぱちょっとしたそういうね、ちょっと色ネタみたいなことはやってましたけど、今ほら、ね、それだけ名前がもうねある、うん、もうね、長瀬廉って言ったら、まあ、もう知ってる人多いから。しかもね、スマップさんはちょっとアリューでしたけど、そうですね、うん、キンプリさんはもろ本流ですもんね。そういうタレントさんがね、そういう企画が昔珍しいですね。やってくれて、もうすごいありがたいなと思いました。変わったのかもしれないな。ね